キュージしてるくるるです。はい、今日の動画はですね、秋のロリータルックブックコーデー、イエーイそれっぽい服をじゃん、また並べました私あのロリータ服すごい好きで、ロリータの服着てアフタヌーンティーとかよく行くんですよ。なんでね、秋におすすめのロリータのコーディネートを7選紹介して、ロリータ着たことないみたいな人も参考にぜひしてみてください。1日目はクラシカルロリータを意識しました。白ブラウスにチェックのスカートが秋らしいですよね。このブラウス、ロングカフスとカフスリーブが可愛くてお気に入りです。シグリットはシンプルなのに形がすごく綺麗で、一気にクラシカルな雰囲気になります。スカートもシグリットです。赤とネイビーのチェックが秋っぽくていいですよね。低めのツインチにして紺のリボンのコームをしてみました。ロリータだと縦ロールツインってする方が多いんですけど、低めのツインってのときは外巻きの方が漏れるのでおすすめです。この日は王道の赤白ロリータにしました。ワンピースと合わせた赤いリボンのカチューシャがとっても可愛いです。ワンピースは別チンの生地で高級感があって可愛いです。別チン赤のロリータってモーゼンメーデンのシンクのイメージがありますよね。ブラウスはレース系より生地がしっかりしている方がこのワンピースに合うので、さっきと同じやつにしました。クラシカルな雰囲気も出せていい感じです。リボン垂れない方がいいことにここで気づいちゃいました。白で清楚感のある合わせにしてみました。さっきとだいぶ印象が違うかなって思います。雲柄のワンピースです。あんまり総柄のワンピースって持ってないんですけど、この柄は可愛すぎてめちゃくちゃお気に入りなんです。アンジェリックプリティのふわふわしたオリジナルの柄、天才すぎませんか。これ全色欲しいです。袖のレースとか襟とか天身が強くてめっちゃ可愛いです。ヘッドドレスはザ・ヘッドドレスって感じのにしました。シンプルすぎなく派手すぎなく、すごい可愛いです。この形は何にでも合うので使いやすくておすすめです。私はこのヘッドドレス実は3色持ってます。次はハロウィンも近いのでゴスロリにしてみました。やっぱりこの時期になるとゴスロリ期待欲がめっちゃ出ます。こちらのハーフボンネットは MR コルセット、通常のヘッドドレスよりドール感が出て可愛いです。ボンネットってザ・ゴスロリって感じですごい憧れますよね。なんとなく手元が寂しく感じたので袖留めをつけてみました。スロリって後ろ姿とかシルエットも可愛いですよね。全身黒です。トップスはカットソーなのですごい使いやすいです。パラソル型の日傘を差してたら完璧です。コーデはさっきよりちょっとクラシカルな感じにしてみました。アリス&ザ・パイレーツのクモノスレースワンピース、ホーンテッドマンションの制服っぽくて可愛いですよね。クラシカルな雰囲気にベルトがついてたり、スカート部分がクモノスレースになってたりと、これお気に入りすぎてお店に3回くらい眺めに行ってようやく買いました。セットのヘアコームもクモノスがタラーンってなってるのがポイントです。ポイントです。グレーと白の配色もとっても可愛いですよね。
でハーフツインのままです。ウエストの部分をもっと可愛くしていきたいのでコルセットを巻いていきます。コルセットつけるの久しぶりだったので締めるのめっちゃ大変でした。ピンクと白ってロリータの王道で、こんな感じのお洋服って人生で一回は着たいですよね。肩にかけてのフリルとリボンとレースがありえん可愛いんです。紫のブドウ柄のジャンパースカートにブドウの装飾がされているリボンのヘッドドレスをします。フェロア素材で色味とかも秋って感じで可愛いですよね。実はジャンスカとヘッドドレスって全然違うブランドなんですけど、合いすぎてて奇跡ですよね。髪はまとめてヘッドドレスのリボンは後ろで結びました。ブラウスはキメルっぽいベージュのカラーで秋色になるようにまとめました。秋って涼しくてロリータ服たくさん着れる時期なのでワクワクしちゃいますね。どのコーデが好きかコメント欄で教えてください。今日も見てくれてありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。